青山正之君。日本維新の会無所属の会青山正之でございます。早速ですけれども質問をさせていただきます。今日も質疑が行われてますけれども、政府がですね、今回のコロナウイルス、これの、大変な流行に対してですね、例外的な手段である赤字国債に 100% 依存してですね、巨額の補正予算を組んだ。でそれを日銀が支えていくと、これ自体はやむを得ないと思っております。なぜならばドイツ、憲法上のルールでですね、財政均衡が義務付けられているドイツでさえも、憲法上の特例として政府のコントロールできない、緊急事態が生じたということで、同じような規模の予算を組んで対処していると、世界中がやっているわけですから、これは日本も当然やるべきことということになってくると思います。ただし、心配なのは、今回はこれでもちろんいいわけですけれども、これがですね、例えば将来、落ち着いた後にもですね、いわゆる、MMT、最近あまりあれですけれども、MMT、あるいはこういったことを非常に声高に叫ぶポピュリズム的な、中南米的な政治勢力、こういったものに今回のことが前例として、あるいは使われないかもしれない、そういう恐れは十分にあると思っているんですね。そういう観点で今日お伺いいたします。先日4月27日に黒田総裁が記者会見をなされて、私どもの手元にもその用紙が、用紙というか議事録が配布されているわけですけれども、そこを見ますとですね、今までになかったことだと思いますけれども、財政ファイナンスではないのかという質問が3社からあるわけですね。でこれに対して黒田総裁は、日銀は主観的というか目的としてはイールドカーブコントロールのためにやっていると、だから問題はないんだというようなお答えをされているわけです。しかし、日銀の主観とは別にですね、客観的にはどう見ても財政ファイナンスへの道をさらに踏み出したと、こう見える。これはもう疑いようのない事実だと思います。で世の中というのは主観が問題とされるというよりは客観的にどう見られるのかということが重視される、これは往々としてあることです。で、今までは日銀が、異次元緩和にしろ、黒田バズーコと言われた、その量的緩和にしろですね、主観としてどういう目的で行っているかという建前を各マスコミも尊重してきましたし、党委員会でも黒田総裁おっしゃったデフレマインドの払拭ということを前提とした質疑が行われてきた、そういう流れもあったと思います。で当然中央銀行総裁として財政ファイナンスやってるなんて口が裂けても認められるわけがないわけであって、それはそれとして、そういうお立場であったことも理解しています。でしかしながら今回の記者会見の中 ですね、私非常に気になったのは、ある記者の方から、国債の買い入れ額を無制限としたことで今後政府は金利上昇リスクを気にせずに財政出動しやすくなるかという質問が出されたのに対して、総裁がですね、あくまで財政規律にどういう影響があるかというのは財政政策を主体的に決める政府国会の役割と、こう答えているわけです。これもちろんその通りなんですけれども、これしかしですね、これ私加藤厚労省が先日私もこれブログで叩かせていただいたんですけれども、受診の目安を示しただけで基準を言ったわけではないと、非常に無責任な答弁とある意味重なって見えるわけですね。でなぜならばですね、ドイツには先ほど言ったような財政上のルールがある、だからこれは異例の事態であるし、これが広がる必要恐れもあまりないわけですね。だけど日本には事実上ないわけですよ。でそんな中で、例えばご承知のとおり、政治的にはですね、役割として今日おいでになりませんけれども、財政規律に目配りしたものを言われている麻生財務大臣がですね、ケジだなんだと、総スカンの状況にあるわけですね。でこういう中で日銀総裁がああいうものの言われ方をされるとですね、さすがに日本の将来が心配になるというか、政治的に持たなくなってくるんではないかと思うんですよ。で、黒田総裁、この異次元緩和始められた頃、これが財政ファイナンスだと言ってるのは海外メディア、確かフィナンシャルタイムズのあたりは言ってたと思うんですけども、それから7年経ってですね、日本の記者でさえも正面から、どうもですから禁じられてたようですけども、財政ファイナンスというような質問が出るようになったと。で次は市場、特に為替市場から私はその指摘を受ける番じゃないのかなということを非常に危惧しているわけです。でそこでお伺いしたいんですが、
今までの次元緩和もそうですし、今回の措置もですね、非常に例外的なものであって、日銀がこういう、ね、国債を買い入れて買い支えていくような、まあ、客観的に見るとですよ、そういう姿は例外的なものであっていつまでも続けるものでないというメッセージをですね、発するべき時期が来てるんじゃないかと思うんですけども、その点についてご見解をお伺いした。黒田日本銀行総裁。従来から申し上げております通り、国債の買い入れにつきましてはあくまでもですね、金融政策の観点から行っているわけでございまして、4月の決定会合でさらなる積極的な国債買い入れを行うというふうにしましたのは、債券市場の流動性が低下している下で債券市場の安定を維持するとともに、現在の調節方針に定める長短金利操作を実現する観点から、イールド株全体を定位で安定させることを目的とするものであります。公表文におきましてもですね、いわゆるイールドカーブコントロールを含むですね、長短金利操作付き量的質的金融緩和についてはですね、 2% の物価安定目標に紐付けた形でですね、示しておりまして、こういったそのイールドカーブコントロールというものを現時点で行うために必要なだけ国債を買い入れますということで、あくまでもこの日本銀行の行っている金融緩和措置、具体的には量的質的長短金利操作付き、いわゆるイールドカーブコントロール付きの量的質的金融緩和というのは 2% の物価安定の目標を実現するために行っているわけですから、当然そういったものが実現された暁にですね、長短金利操作付き量的質的金融緩和も修正されていきますし、国債を、まあ、無制限に買い入れてですね、インフレをもたらすということには絶対にならないようにするということはお約束できます。青山正幸君。今最後におっしゃった点ですね、国債を無制限に買い入れてインフレにならないようにすると、それは絶対にすると、その言葉は非常に大事なことだと思います。ぜひそのメッセージを今後も明確に発信をしてください。またお伺いすると思います。よろしくお願いいたします。この際暫時休憩いたします。本会議散会後直ちに